時計ファンおすすめアンティーク時計4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はオメガジュネーブ CAL601 機械式手巻き O7571 新仕様サイズのオメガジュネーブです。リューズや尾状にはオメガマークがあり、風防にも小さなオメガマークの透かし彫りがあります。バンドは高品質なオーストリアのヒルシ社製の新品に換装してあります。文字盤は6から7時の間と10から11時の間あたりに小さな傷がわずかにあります。2本目はユニバーサルジュネーブ14金ミリタリースタイル手巻き CAL128HA4988 フロート好みのユニバーサルジュネーブの手巻き腕時計です。ミリタリータイプの文字盤は経年の味があります。リーフ張りも繊細で大変良い雰囲気です。ケースは14金で裏蓋に刻印があります。プラスチック風防とリューズはオリジナルか不明ですが、雰囲気を損なうような違和感はありません。機械はユニバーサルジュネーブ CAL128 手巻き17石でユニバーサルらしい高品質ムーブメントです。3本目はロンジン希少1910年代約100年前クッションシルバーケース銀製ポーセリンダイヤル手巻きブレゲバリ L2432 腕時計の歴史の中でも初期にあたる1910年代の貴重なロンジンの手巻き時計です。同じクッションケースにポーセリンダイヤルの組み合わせでも1910年代のものはめったに市場に出ることはなく、また使えるコンディションのものは大変貴重です。懐中時計からの流れを組むポーセリンダイヤルは1930年代頃から衰退してしまい、現在では一部の超高級メーカー特別なモデルでしか見ることができます。4本目は IWC 希少ムーブ CAL87 搭載レクタングラー14金木ヒンジケース手巻き IP2153 IWC が作った唯一の男性用角型ムーブメントCAL87 は1931年から1947年の間にわずかしか作られなく、かつその構造性能はパデックフィリップの CAL9 の92に似た角型の理想的なものです。各穴車を一番受けの下に配置することによりムーブメントで最も力のかかる鋼箱芯の両端を一番受けと一番で支えている構造や腎臓型ひげ持ちなど超高級品の構造を持ち合わせています。詳しくは時計の委託アンティーウォッチマンでご確認ください。